ハッピーセット開けてみたということで、はい、いいね、絶好調、今日も最高、シビルバーの翔平と、はい、しげきゅんです。ということで、今日も見てくれて、愛してるよ、愛してるよ、見てない人も愛してるよ、チャンネル登録してくれてる人も愛してるよ、愛してるよ、してくれてない人も愛してるよ、グッドボタン押してくれてる人も、押しない、押してない人も、これを見てくれてない人も愛してるよ、全世界、はい、生まれてきてくれてありがとう、ありがとう、今日誕生日おめでとう。おめでとう。明日誕生日のしょめでとう。おめでとう。明日誕生日のしょめでとう。オープニングだ。4日後に誕生日のしょめでとう。何卒だけ。はい、ということで今回はマクドナルドで僕らハッピーセット買ってきましたんで、はい、開封するだけの動画です。はい。初めてやから、はい、僕も初めてです、ね、食べましょうか、食べましょうか、はい、そうですね。じゃあ虐待受けてたとかじゃないけどね、初めてやから、うん、子供の頃みんな多分買ってたかもしれないけど、確かにやっぱおもちゃとか興味ないっていう、やっぱマセたガキだったんでね、うん、そんなにマセたガキだった、うん、あ、マセたな、そう、ずっと鬼ごっこで、鬼ごっこ、鬼ごっこ一本、鬼ごっこ、おもちゃいる、鬼ごっこ一本やからすごいね、開けるぞ、開けましょう、開けましょう、翔平さんも昔はね、おもちゃにされてましたから、おもちゃに、だ誰にされるが、されるが俺、ハッピーやね、俺がハッピーやった、じゃあ行きますか、開けますね、開けましょう、ハッピーセット、え、でも、おもちゃどこ、あれ、おもちゃなくね、入ってるよ、あの、その、あ、これか、これか、青色の、まずこれは何、まずこれを開ける、これ、どれから開けましょう、ちょっと匂いで当てて、なんかハンバーガーっぽい、匂いで、あ、なんか紙袋ってもうハンバーガーの匂いですよ、あ、ハンバーガーの匂いする、ね、何だったじゃあこれは、あえ、もう開けていいんですか、多分同じやつ、あ、これあれじゃないですかね、これはパンケーキかな、ちっちゃ、あ、かわいい、あ、こんなんだよ、かわいい、これちっちゃ、あ、かわいい、かわいいね、これは枝豆、あ、枝豆、かわいいね、どうしたん、あれ、うん、枝豆も2個ある、もしかして2個ある、あ、ある、2個ずつにした、おぉ、あ、これジャムか、あ、おい、そうそう、ジャムある、お、ジャムも、懐かしい、これ、あ、ごめん、リンゴ&クリーム、おぉ、リンゴ&クリーム、うわ、これ懐かしいな、これすごい、このジャムのやつ、めっちゃいいよ、でも、かわいいね、おぉ、あ、めっちゃ入ってる、なんか入ってる、1、2、3、4、5、6、結構入ってる、たっぷり、奇数奇数、奇数はやばくない、ほんと奇数、奇数ってあんま人間気持ちよくないよね、あえて損してるかもしれないね。あ、なるほどね。確かにもう一個買おうってね。もう一個ね。7、7、14で。14だったら7個ずつ。そう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 。そういうことか。そうか、そうか。賢すぎ。なるほど。うん。戦略。あ、ほら、ちょっと食べるものも入ってる。おぉ、うわ。え、エコか、これは。紙の。紙の紙の袋。あ、紙の袋ですね。これも紙。ってことは中も紙の可能性が。あ、そっか。最近 SDGs 流行ってるからね。流行ってる。あ、それ SDGs のためにちゃんと紙を食った方がいいよ、一回。紙を食う？うん。イエーイ、よっしゃ、いいねいいね、うん、でもこれは紙にならない、まあ無理か、これは無理だもんこれはビニールだもんね、うん、でもこれずっと昔からやんね、紙や、あ、昔からだね、うん、これも昔からやし、早いな、 SDGs 化がすごいね、うん、おー、これは何、これハンバーガーだな、匂いは、匂いはハンバーガー、これ伝わらんと思うけど、匂いはハンバーガーや、うん、匂いはハンバーガー何やろうね、あの、うん、ああ、見た目もハンバーガー、これ伝わらんと思う見た目も伝わらんと思うバンズみたいな色してるね、確かに確かに、これお酢の好きな、そういう色してるけど、確かに、ほら、氷入りハンバーガーやな、あー、氷入りハンバーガー、間違いない、無理ない、それ大丈夫、間違いない、すごいね、これいいね、いいですね、これお酢のはやっぱ好きやから、あ、気持ちいいよね、あ、ごめん、なんで起こしてんこれのことね、これのこと、え、これ、これ、これ、シュートこしたん、シュートこしたんえ、これ何のためあるか知ってる？何それ、多分だけどこれあれでは、うん、店員さんが、はい、あのコーヒーとかそののやつ分かるために、これ1個したらコーヒーとか、なんかこれ2個したらなんかみたいな、うん、あるらしい、そうなの、うん、しゅうどこ押してないんだっけ、え、俺はここ押してました、ここ押したら、ここ押したら何なの、その従業員さん的にはアルバイトのそのなんか、あ、アルバイト的には、あ、これはあの、そこ押したら何になる、これなかったらこの角にぶつけて怪我するんですけど、うん、これがあのこう丸まってるから、あの当てても大丈夫っていうね、このあの、あ、安全、セーフティーネット、セーフティーネットです、セーフティーネット伝える時にここ押すんや、はい勉強なるな。勉強なるわ、本当に。なんか裏側を知れる。本当に勉強になります。この動画は裏側を知れる。すごい勉強。で、ここ、本当そう思ってる。これはハッピーセットのおもちゃですか？あ、まあまあまあ、はい、そう、そういうか、社会のおもちゃです。はい、いいですね。これは、めっちゃいい。これが、
何ですかこれ。それ見せてしまえ。あ、これマリオおもちゃです。おもちゃマリオカート。今最新作マリオカート8出る。あ、8はそうですね。そうなの。めっちゃ古くない？いつ出たこれ。あれいつ出たっけ？ 8までは、デラックスだもんな。デラックスが新しいのか、うん、このいつ出たんこれ。開けてよ、正確やから。開けますか。開けて。よっしゃ開けますね。これまたこの後ね、あのマリオカート、夫婦マリオカートやりますんで、廊下で夫婦マリオカート、ああ夫婦して、どっちが早く飛ばせるかっていう。負ける気がしない。僕も絶対勝ちます。勝利に関してもスッて前に飛ばしますからね。あれ、え、色はピンクゴールドピーチャー。え、マジこれめちゃくちゃレアやね。え、マジで。え、ちょ、メルカリで調べるわ、うん、ピンクゴールドレア。あ、え、何それ。あ、ほんとだ、シール。あ、ほんとやん、うん、え、ちょ、待って、僕も開けて。え、どういうこと。じゃ、僕の行くわ。え、ピンクゴールド。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。じゃ、こっち多分ゴールドマリオだ。うん、じゃ、こっちはゴールドマリオやね。だって同じだもん。同じじゃないわ。何言ってんだ。レアなんだ。すげえすげえすげえ。シール貼ってて、シール貼ってて。あ、はい。やべ、これ箱もさ、綺麗に開けんとさ、メルカリで売れんくなっちゃう。あ、そっか。うん。おー。すごいね。え？あ、待って。うわ、めっちゃ色ついてるやん。ピンクゴールドじゃない、絶対これ。おー。クッパー。お、いいね。クッパー。いいね。ピースとクッパーいいね。うわ、ピンクゴールドクッパー。あ、間違えた。ピンクゴールドピーチとクッパの対決になるな。おお、なるほど。はいはい。シール貼って。待って、これ、あ、ま、ま、目ないわ、うん、こいつ。目ない？はい、勝ち。目ないやつが勝てるわけない。そう、走れないから。うん、あ、確かに見えないもんね。危ないやつです。待機しかも。確かに。危なすぎる。おお。あ、待って、クラン、あ、シール貼れるんだ。うん、シール貼ろう。シール貼りますか。おかしいの？これ？シールなくない？僕。ないシール。あ、ついてない。これ？あ、あ、これだけいっちゃう、もしかして。え、でもこっちにも、ほら、イラストのように組み立てて、ほら。あれ？もう組み立ったるん。あ、最初から？組み立てる。これは？いや、シールどこ？シールない。あ、不良品？あれ？これ第1弾なんや。あれ？あ、そうなんだ。シールない。じゃあこっから第2弾もあるってことかな？シールないよ。あ、これ？シールないよ。ない？うん。え、いいな。いいね。シール貼る方が楽しいやん、絶対。楽しいね。あ、これの裏だった。これの裏だった。これの裏や。よかった。あ、そういうことか。これどこにあるのこれ。これは。動かせる。え、ここ。じゃ向けながら、こっちカメラ向けながらね。一番。え、これ、どこにあるのこれ。え、これどこ？ここ。これ裏に書いてあるよ。あ、じゃあ、シールの裏に書いてあるわけだ。あ、そうそうそう。あ、そういうことか。あ、じゃあ。そういうことですか。あ、じゃあ僕も、ミスター、まあ、いいか。こいつ、ここやな。この1個目じゃん。ここですね。こうなの？ここです。あ、いいな。あ、見て見て。暴風ね。風暴。よしよし。あ、でも前見えなくなる。せっかくの。あれ？メリットが。よしよし。あ、当てる？まあ、いいんじゃん、いいんじゃん。まあ、いいか。どうも、まあ、じゃあ、自分の、それ？はい。自分でゴール作ろう。自分でゴール作ろう。自分でゴール作って。見せながらね、見せながら。あ、かっこいいわ。一気にかっこよくなった。赤コーラ持ってるこいつ、強い。赤コーラ強いよね。赤コーラ強い。追跡するからね。うん。できた！できました！星とかは？え、これも？つけるよ、それ。つけよう。うん、つけるこれは。お客様、青、緑、青コーラもある。これどこに貼るの？これは、どこだ？え？ここにしよう。うん、あとは。これで。全部貼り切る。せっかくやから。もうどうせね、使わないし。使わない、うん。あ、これは、どこだ？マジで。ここでもいいか。あ、いいな、いいでしょ。そういう顔な気がするし、なんか。そうそうそう。うん、で、これで 目が できたから、うん、かった、これで見えます。完璧、完璧。完璧です。僕も、タトゥー。かっこいいね、クッパ。うん、海外かぶれ。クッパや、これ。海外かぶれ。海外かぶれ、タトゥー入れ出すからね。おー。どこにしようかな。強そう。うんうん。で、赤コーラもね。うん、これ、え、赤コーラとかあった？アイテム。アイテムなかった。あ、こ、違ったよ、アイテムほら。ほら。ほら。イェーイ。早そう。おい。おい。テレサ。テレサも。どんな感じでしょ？こんな感じだっけ？いや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 、逆逆、逆逆。こんな感じだっけ？逆、逆？逆。ん？こう。こういうこと？いやいやいや、どうなってんそれ。
こんな感じだっけ。いやバランス悪い。やっぱ走れそうにない。そのこんな感じだっけ。いやすごい、でも器用だねそれ。いや そんなアクロバティックやったっけ。あそう、はさ折れたの。俺が知ってるマリオカートはまあ、うん、こんな感じじゃなかった。いやまあ擦れる、もう頭擦れる。いやもう、ね、ブレイクダンスしてるみたい。よしできた。やった。おいいね、おいい、しっかり上なカバー、後ろもカバーしてます。完璧です。じゃあいいね。本来の目的はね、あのこれ食うやつやったんで食いますか。じゃあ食べますか。せっかくやし、このマリオカートね、はい、次回夫婦マリオカートやりますんで、はい、次回ということで、次回お楽しみに。はい、イエー。もうかけていい、これ。はい、もう素材の味からいくじゃん。パンケーキ素材の味、あまず素材の味からいきますか。いただきます。これも開けちゃおう。これも開けて、あ、いい匂い。うわ、これはいいね。うん、まずは素材の味を。うん、これちょっとダメやな。うん、素材の味。いただきます。いただきます。いただきます。全然使わんやん、フォークショー。何のために、いや、ちょ、右手にして、右手。右手にして、どういうこと。どういう状況なん。何のために右手持ったん。いや、こっちの方が楽かなの。ああ、こうだったら何回でも使えるもん。使ってないから。確かに。SDGs。このままずっと一生使えるからな、右手持っとくだけでいいから。いただきます。それ、匂いとか。匂い。あ、うん。なんか。え？なんか。ん？なんか、塩バターみたいな。うん。味するわ。ちょっとしょっぱい。うん。うん。うまい。うん。あ、そのままうまくない？うん、そのままうまいね。本当に、ホットケーキの、あれのね、うん。塩分入りのバターのした感じ。おいしい、これ。このままでも全然おいしいですよ。うん、うまい。うまいわ。うまい。おい！あ、さっきジャムしか出てこん。これ、かけますか。リンゴ。やらしい音。この音は怖い今日ですね。それ確かに定期的にこういう音出すもんな。寝てる時出してるね、これ。ね。やめなさい、ちょっと。それ食べる時にそんな。自分気づかんかもしれんけど。寝てる時出してる。ああ、もう、ね、もうやらしいっすね。普通のいびきこれやもんね、確かに。なんか出てるやん、じゃあ。なんか出てるやん、これやったら。ピュッ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 。ねえ、普通であくびじゃないよね。あくび、じゃあ、あくび。人気やばいわ。パニックや。ハッピーやもんね。ハッピーセットで。飛んじゃってる。いびきね。いただきます。これかけたら、やっぱ、これ、やばいんじゃない？おー。うまそうやね。うん。あ、もううまい。あ、うまい。うん。あ、合いますね。そう合うよね。うん。合うわ。やっぱ。でもこれ、リンゴってメジャーか？いや、ジャムの中でリンゴってメジャーか？メジャーなのかな？イチゴ、オレンジ強くない？うん。やっぱリンゴ選ぶあたりすごいわ。でそこはやっぱ、マクドナルドのセンスが。うん、うん、うまっ。うん。食べる？俺大丈夫、あれだもん。うん。うまい。どんな味か言ってほしいな。うん、まあ、うまいしか言ってないから。ちゃんとそれ解説して。はい。あ、めっちゃいいこれ。重ねる。うん。重ねるの。そう。パンケーキは塩っぱいんですけど、あ、じゃあ、おいしい。いや、まずいんや。ちょっとまずいんや。おいしいです。めちゃうまいよ。おいしすぎですよ、これ。だから、しょっぱいパンケーキにこの何ですかこれは、アップルジャム合いますね。読んだ。ちょうどバランスがいいです。ほら、あ、これが、うん、おーすごい重ねるね、しげくん。4個は無理だ。うん、4個はお母さんに怒られるんだろうな。ほら。ほら、3つまでちょっと重ねれば。確かに。うん、そういう風にできてるわ。喉詰まっちゃうからな。そう。賢いね。子供用にね、作られてますから。だからこの、なんて言うんだろう。結構短足気味だったんや。これ、フォーク見て、これ。これちょっと短足、ちょっと短足。ほら、見て、これ短足ですね。3本までしかこれ刺さないように怒られるから。あ、そっか。うん。だからこれ短足なんだ。うん。
うわ、贅沢、うまい。美味しいですね。こうやって食べることによって違いはない、うん、味の。うん。うん、美味しいです。それコーンも食べて、コーンも。ん？コーンも。コーンもある。あ、は、順番逆だったね。あ、本当だ。デザート。食べるの遅いからその。あ、いや、ゆっくり行こう。うん。アップルジャムがパンケーキ合うって俺初めて知りました。美味しいです。どう美味しいの？ねえ。ちょっと解説してしょ。で結構あだからパンケーキしょっぱいんですよ。パンケーキしょっぱいんですよ。どんぐらいしょっぱい？どんぐらいかな。イカの塩辛が100だとしたら？イカの塩辛が100だとしたら、うん、パンケーキが80。塩辛。結構塩辛いんや。結構塩辛い。体感ね、俺の体感ね。でまあまあ塩辛いな。でそこにこの強いアップル、これ強いんですよ、このアップル。じゃあダメやん。強い強いやん。で強い同士やから、合うんですよね。どう合うの？こう喧嘩しない。ドッジボールみたいになんない。調和するの、それって。調和しました。調和したね、はい、俺の中では調和してま す、はい、でもまた食べたいって思いますよ、僕、うん、はい、これは、うん、いつ頃食べたいですか、次は。次は、あ、もう、1年後とか。全然食べたないやん。全然食べたないやん。このサラダいきますか。この、コーンと枝豆のサラダ。これめっちゃいい匂い。うん。いいですね。ちょっと、もう一回、もう一回。もっともっともっと、だから足りへんくない？っていうね、ここ。まだもうちょっと距離が足りてない。変わってる。もっと360でしたぐらいして。刺激のコート買いたしんにおい。今日タグ切ったばっとこれ。もっと匂いつけていくか。いいね。いただきます。まだまだ色合いがいいね。あ、スプーンあって。色合いがいいですね。スプーンある。え、そう。じゃあまずちょっと、それじゃ昨日。木食べて一回、ちょっと何木食べてみて、木を、あ、これを、木を、木をね、これ、うん、どんな味すんの。食べてへんやん。あ、痛い。かわいこぶって。痛い。これ詰まる。あ、いや、美味しかった。いや、硬いです。あ、だから素材がちゃんとしっかりしてます。そう、木やからと思って、甘く見てました。はい、ちゃんと硬いです。ちゃんと使えます。ありがとうございます。いきます。おお、こっちも木ですね。こっちも木でできてますね。うんうん、これは食べやすいですよ。なんか、立体的、うん、ちょっと立体的。なんか、そうね。うん。木目ゼロ。あ、確かに木なのに木目ゼロや。木って木目あるよね。ああ、ちょっとあるわ。これ電気か。ああ、うん、そう、これも綺麗な木を使ってるんですね。どういうこと、どういうこと。だからそのここに木目があったらこっちに注意いっちゃうんですよ。そのこっちに集中しちゃうから。こっちがメインなのにこっちに集中したらさ、こっちの努力がさ、かわいそうじゃん。ありがとう。じゃあ行きますか。いただきます。いただきます。どうしたどうした。これ木の弱点なんか分からんけどさ、口の中入れるやん。うん。ひっついてしょうがなくて、これ出てこんかったね今。一緒だよね多分ね。そうだ。そうだ。うん。これ入れてそのままになっちゃう。へえ。だからこれなんかそのままこうやって入れるだけにした方がいい、口の中に。これすごいね、これ、うん、うん。あ、味びっくりした。いや、味がスプーン、スプーンが、うん、もう一回、一回食べてみてよ。いいでしょ、うん、注目した方がいい。でも2回目もちょっと水分含んであったからな。あ、そうか、スプーン。うん、あれなる、そうなる、そうなる、うん、そのままだから生活するしかないんじゃん、うん、どう生活すんの、うん、どう生活すんの。ではそのまま情熱大陸や、聞いてみてちょっと。
本当に取れないこれ。取れんわ。取れないこれ。とか、あ、ほんなら気をつけた方がいい。食べ方、正確は。これ、あの、うん、おじいちゃんとかおばあちゃんは気をつけた方がいいです、これ。うん、ね、危ない。美味しいよ。うん、うまいけど。うん。うん。コーンですらこの日つくよ。ねえ。すごいか。めっちゃつくよ、これ。うん。あ、こっちは、あれ、あの、弱めっすね、味が。うん。だから、こっちの塩分を持ってこればよかったんでしょ。あ、そうだ。そう、これ、これかければよかったんだ、あの、パンケーキ。かければちょうどいい。で、これはこれで美味しいですよ。あの、確かになんかハンバーガーとか味濃いから、うん、サイドで食べるにはいいかもしれない。うん。確かお口直しでいいと思います、これは。これでデザート正解や。うん。甘いし。うん。非常にうまい。うん、枝豆とコーンも合いますね。うん。うん、美味しいですね。いやー。色がいいよ。確かに色合いもいいから、あの写真を撮りたくなるですね。うん、うん、そうですね。マックで一番映えるよこれ。あ、そう、確かに確かに。マックで一番映える。ほら、写真。でも JK とかこうでしょ、これ。JK こうや。なんていうか裏ピース。これね。うん、ギャルピ。ギャルピ。うん。うん、いや、美味しい。これネイルとかも可愛いかもしれないね。これモデルにした。あ、確かにこの。うん、ね、色合いのね、うん、緑と黄色塗るだけで、うん、これ枝豆コーンいけるから参考になるなこれ。美味しい。うん、もう食べる。これは大丈夫、ありがとう、うん、醤油にあげて。食べる。全然俺はもういつもいけます、うん、美味しいです。体にいいからな。うん、なんか健康になった気がします。いや、はい、健康診断いただけても唯一じゃない、おばあちゃん、おじいちゃんが食べてもいいやつ、これ。あ、確かに。高血圧の。あ、そうやね。うん。スプーンだけちょっと気をつけてもらって。うん。うん。ハッピーセット。これ、実験したんかな、本当に。確かに。で、このスプーン。普通に不快だよね。だって、すごいつくもん。うんうん、でもまあ環境に優しいからね。そっか、どっちを取るかか。そう、どっちを、地球を取るか、うん、自分の口を取るか。そこまで勤めるんや。うん、自分に余裕がないと環境に、なんかさ、うん、努力さこうってならなくない。まず自分の余裕からじゃない。あ、そっか、じゃあ、うん、口優先やね。そうだね。口優先して、幸せになったら、うん、スプーンのことを考えよう。うんうん、だからマックの人は地球優先に考えられてるってことはもうみんな幸せってことや。あ、そうだ、開発人みんなハッピー。うん、あ、そういう意味のハッピーセットってこと。そういうことや。地球に優しい。うん、うん、結構たっぷり入ってますねこれ。うん、結構これいっぱいになる、うん、おじいちゃんとおばあちゃんはこれだけでもうお腹いっぱいになります。だから孫におもちゃ、おもちゃあげて。おもちゃとパンケーキが孫に。で、おじいちゃんおばあちゃんはこれを食べる。花見する。え、これがハンバーガーの代わりか。で、これがサイドかかな、ポテトか。そうそう、うん、うん、どっちの方が満足である。え、ハッピーセット普通のハンバーガーだっけ。チーズバーガーないよね。プラス料金か。チーズバーガーもあった気がするけど、見た感じ。うん、花見するか。ああ、ハッピーセット。うん、うん、どっちの方が良かった、これとかハンバーガー。ああ、お腹減ってたら。お腹減ってたら、うん、僕はハンバーガーですね。うんうんうん、うん、やっぱり。いや、これとポテトは、これポテトがあったっけ。ポテトか、ポテトあったよ。ポテトあった、ナゲットもあった。まあ、うん、どれがポテト。ハンバーガー、ポテト、おもちゃが一番いい。で、僕の、あの、あ、個人的な翔平ボタンね、はい、ですね。シエ君はどうですか。じゃあ、めっちゃ枝豆出たわ、くしゃみしたら。シエ君はどれがいいですか。僕、
僕はハンバーガーとポテトやね、一緒やね、一緒やん、一緒やん絶対これ一緒選ばんやん、これでこれはこれ美味しいです、うん、はい、すごく、うん、うん、うん、で、ボリューミーで、うん、ちょっと慣れてきた、スプーン、うん、馴染んだ、あ、馴染んだ、うん、いろいろこう、うん、発見がありますね、洗って使おう、うん、使い捨てちゃ意味ないからね、あ、そっか、うん、やっぱ本当の SDGs じゃない、あ、これを使い続ける、そう、だからマックもこれだから、あれじゃない、金属とかステンレスとかにした方がいいよ、絶対そしたら使って洗えるから、あ、なるほど、うん、うん、それだから後でそのスプーン頭にガムテープにつけときはさ、うん、あの31のアイスクリームみたいになるんじゃん、あ、確かに救われてる時みたいな、確かに俺、あの僕それ夢やったんで、うん、はい、一回ちょっとどんな感じが見せていいか、どんな感じなの、あ、いいね、いいね、いいね、それをそのまま生活するっていうコスプレ、あ、さて今のコスプレ、うん、来年はこのははコスプレでいきます、うん、オレンジシャーベット、オレンジ、ああ確かにちょうどいいね、ああいい、うん、決まりましたわ、うん、おいしい、どうして何やったのハロウィン、うん、うん、なんか今年は、うん、チンパンジーのお面つけて、いや、そうな、一緒や、うん、そう、かぶらなくてもよかったでしょ、で、なんで何チンパンジーのお面つけて、いや、あの、フードかぶったチンパンジーを、何それフランやん、誰がフランやん、誰がチンパンジーやん、何も変わらんやんうん、だからあんまみんな日常やん、気づかんかったんじゃない、いや、気づいたよ、気づかんかった、確かに、気づかんかったら悲しいよ、え、りょうくん結構それあれ出すやん、本気出すやん、イベント、りょうくん何やってたの、スーパーマリオ、おお、うん、すごい、りょうくん、安倍さんと一緒やん、すごい、狙っとるんちゃう、よくってことはりょうくんの末路見えたな、やばい、暗殺、やばい、りょうくんの末路、りょうくんちゃんコンセプトあるからな、うん、胸毛の声マリオ、胸毛マリオ、うなぎマリオ、うん、そうそう、いや、ごちそうさまでした、ああ、ごちそうさまです、もうよく分かった、はい、じゃあもう指名やっててもらっていい、あ、お茶もあるけどお茶はいいや、うん、あ、お、うん、指名、じゃあこれ草原みたいなやつ、あ、嬉しい、めちゃくちゃヘルシーや、うん、ハンバーガーより多分いいしね、一緒か、一緒か、確かに、うん、あの罪悪感はないね、うん、指名って何するの、指名、あと指名ます、わかりやすはい、美味しかったです、はい、おしまいです、はい、枝豆とパンケーキ美味しかったです、うん、うん、ぜひあのこの動画見てあのハッピーセットみんな食べてもらえたら嬉しいです、まあ、こんだけ笑えてるよ、だから食べ終わった後にこんだけ笑えるから ね、 そうね、うん、これだけ食べる価値ある、うん、これがハッピーセットですね、はい、こういうことになります、うーん美味しかったです、はい、おー来た、しばらい来た、あれいつ閉まるんこれ、あれ閉まる宣言しても、はい合わせよ、はい、よしよっしゃ、閉まらんのかい、閉まらんのかいいや、いつも閉まってるじゃないですか、あれねえ、どうしたらいいかな、なんかやり残したことあるんちゃう、あるある、めちゃくちゃやり残したことある、まずだからこれ、これ、これあの パンケーキ上と下で挟んでもらってパンケーキ、パンケーキ上と下でね、上と下ちぎってそれ上と下でこう挟んでもらってパンケーキマンまずやってもらってパンケーキマン、そうそう、逆逆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 方向は違うよ、マクドナルドのロゴが前、ああ細かいね、細かいな、うん、パンケーキマンやってもらっていい、ちょっとパンケーキマン、お、歌歌歌歌歌いながら、歌いながらパンケーキマン、歌、うん、天か天丼もやった、天天丼丼みたいなあるやん、天丼丼みたいなんで、そういう感じ、ドンキホーテドン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 キみたいなやん、パンケーキマン歌歌ってもらっていい、はい、シギンギター使ってもいいし、やる、それシギンギターとってもらって、シギンギター弾くからそれに合わせて、合わせなくてもいい、なんなら。確かに。できないですよね。いくよ。はい。せーの。パン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 プキン。パンプキン。パンプキン。パンケーキじゃなくて。パンプキン。パンプキン。かぼちゃ。パピヨン。パピヨン。
パンダコーラ、パンダパンダパンダコーラ。これイントロこれ。イントロ。サビ来てないから、まあまあいいか。コーラ、まあ、最後まで聞くかちゃんと。パルル。うんうん、まあまだ錆びちゃうやろこれ。まだパンパンパンケーキ見てないからこれ錆びちゃうやろこれ。パンパンジビーメロ来た。あらビーメロ盛り上がった。パンパンストッキング。おお。どうしてきた。際どいとこ来た。際どいとこ来たぞ。ストッキング破って。正義出てる。最後の歌、サビ今サビ終わってないから先に。さすがにね。オープニングセレモニー。パン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 プキン。これサビなんこれ。イントロこれ。何なんこれ。何なんこれ。A メロか何かわからん何かからん。サビがわからんこれ。2番始まったよ、ね。2番なんこれ。パンドマイムしたいな。パンドマイムしたいな。パンププパンプピ。パンプキンパンケーキの歌じゃないしな。パンケーキ今日も出てきてないし。パンが食べたい。パンが食べたい。ケーキも食べたい。パンプキン出てこへんやん。パンが食べたくてケーキ食べたくてパンプキンだよ。全然出てこへんやん。じゃあしゃあないな。じゃあこのクッパとピーチ、はい、チョイジャーバトルさせてもらっていい、はい、シー君がのスターの曲やるからあ、オッケー、ギターで、ギターでね、てん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 やるからいいよ、オッケー、せーの、すごいね、どういう戦ってねえな、どういう勝利、どういう戦いこれ、お互いがお互い倒すまでっていう、ドラゴンボールぐらい空調量、すごい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 、どっちがどっちが先破壊されるかね、おおすごい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 、シーケがバックミュージックやってくれてるからマリオカートね。おお、これ一回合体もするんじゃ、合体もするんじゃ、合体もする、合体いやすごい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 、片方片方すごい不利、片方すごい下敷きになってる、カーズのセックスやん、すごい、ああ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 ん？分かりづらいな。どっちか勝ち？こっちですね。でこっちいや負けた感じやったけど。こっちです。何にか何が決めてやったの？だからこっちあだスターだったから、うん、触れたら、うん、あのバーになるんですよ。うん、はい。だからバーになりました。えどっちがスター？どっちがスター？えこっち。えこれスターつってはい。スターついてるけどこっち。こっちスターついてるけど。こっち違います。あのこっちずっとスター。うん、つけられたってこと。あそうそうそう。ダメージ受けたってことね。あそう。はいはい。そういうことです。はい。いいねいいね。絶好調今日も最高。シャイルワンの勝利でした。刺激でした。ということで、見てくれてる人を愛してるよ、愛してるよ、見てくれてる人も愛してるよ、チャンネル登録してくれてる人も愛してるよ、チャンネル登録してくれてる人も愛してるよ、もう見てない人を愛してるよ、愛してるよ、生まれてきてありがとう、ありがとう、みんなで、昨日誕生日の人おめでとう、おめでとう、おととい誕生日の人おめでとう、おめでとう、1ヶ月前誕生日の人おめでとう、おめでとう、それちょっと順番にやってもらっていいじゃん、順番におめでとう、順番、愛してるよ、愛してるよ。